いやー、どうしようかなー。いきなり始まったと思えばなんだ？また今日は何やるか考えてこなかったのか？いい加減ノープランなのやめてほしいんだが。そうじゃなくて。こいつ、どうしようかなって。とってもお似合いだぜ。しばくぞ。前回のあらすじ、ニャンタント対策で装備強化を急ぐレイム一行、なんとか最高装備まで仕上げ、一安心するも、ニャンタントスケルトン、ニャンタントストレイ、ニャンタントハスクを瞬殺してしまい、動画の見どころがなくなる新たな問題が発生してしまう。これうちら大丈夫なんですか？まあそこまで心配する必要ないぜ。どのみちあと3パートぐらいでこのシリーズ終わっちゃうし。地上クラフト。おいこら水中から投げてくんのぞリーゾ。あ、戦闘中にこんにちは。すみませんね、お見苦しいところを。うわアップな。これまた唐突な戦闘だな。こんな無理に挨拶のパターン変えなくてもいいんじゃねえか？そうなの、ネタが尽きちゃって尽きちゃって。じゃなくて、装備も強化されたわけなので釣り場にいた邪魔者を排除しようと。待ってあいつ友達いたわ。ちょっと大丈夫か？怪しい雰囲気だが。まあ遠距離で抑えておけばこっちのもんですよ。いやー、ゴール間に合わなかった。壁の上最強説。はっはっは巨人化するまでもなかったな化け物どもよ。正した態度が巨人化した模様。うまい。いやうまくねえよ、何言ってんだ。はいはいマリア奪還と。突然ですがマリサさん、この村には何が足りないと思いますか？足りないもの？金髪美少女なら私一人で間に合ってるしな。すべてです。そうかすべてか。まず一つ目。一切手をつけてない隠し拠点。二つ目。放置されてるチェスト。そして一番の問題はこれ。すっからかんの村。おまけに金髪美少女。間違って一つ解決済みのを出してんぞ。ほーら隣見てごらんなさい。ただの金髪じゃねえか。あっせい美少女つけ忘れてんぞ。あの辺とか全く開拓できてないから今回で一気に進めちゃおうと思うよ。よっしゃ建築は私の担当だな。不安しかないけど今回はしっかり作ってね。あ、ちなみにこのクモブタちゃんは近くにいたところ豚肉をあげたら懐きました。大丈夫かこれ、グロテスクで訴えられんぞ。ワンコと比べるとかなり弱いので登場は今回だけにしておきましょうか。待って急に操作できなくなったんだけど。エヴァンリオン操作できません。アンガールズの色もネアのネタなんてだーあれがわかるんだよ。まずはチェストを格納する倉庫が欲しいところだが、せっかくなら女子大生と関係するものを作りたいところだ。初見さんのために説明しますと、この人村を女子大生のカバンにしようとしてます。ダメだ、整理しても理解ができねえ。女子大生。倉庫。女子大生が好きな倉庫。あ、わかった、赤レンガ倉庫だ。はぁ？はい、完成したのがこちらです。インスタ映えにはもってこいですね。いや、小さくない？私こんな感じのを想像してたんだけど。バッキャロあんなもの忠実に再現したらリア充がやってくるだろうが。ここに来るまでに多分爆発すると思いますよ。物理的に、横はこんな感じです。特に見せ場はありません。ぶっぱ倉庫の前で転職すんな、ここはハローワークかっつーの。しっかり中は倉庫になってるぜ。もともと資材やらアイテムが不足してたから広さ的にはこれで十分のはずだぜ。まあ倉庫としての機能があるならいいんじゃないですか。それじゃあどんどん行きましょう。こちらの空いてるスペース、このまま放置じゃあまりにももったいないということで。畑やら植林場やらを作ってみました。ここは特にネタ要素を含めず、しっかりしたものを作りました。初めてじゃないマリサが真面目に開拓したの。さすがに畑にネタ取り入れても仕方ねえだろ、私をなんだと思ってるんだ。もともとあった畑は撤去しまして、戦闘担当の霊夢さんがどうやら何かに使うようです。ちょっとどうしても作りたいものがありましてね。何を作るつもりなんだぜ。それはできてからのお楽しみ、ということで。地上クラフト。さて次はこの隠し拠点を開拓していくぜ。本当は地上の拠点が制圧された時の逃げ場のつもりだったけど、装備が強化された今、よっぽどのことがない限り使う必要ないんですよね。そうだな、よっぽどのことがない限り拠点奪われることねえしな。まあ仕方なく開拓してあげましょうかね。まずこれをな。こうするんじゃ。え、まさかここで終わりじゃないよね。なるほどこれがノープランってやつか。結局おめえもノープランじゃねえか。操作してる人同じなんだからそうなるだろ。でも隠れ場はそこまで開拓進めない予定だぜ。石で囲むだけでいいの？そうだぜ。言っちゃえばシンプルなシェルターをイメージしてるぜ。確かにそこまで使わないからね。その分時間が取れるしいいと思うよ。はいできました。何してくれてんの？え？シェルターどこ行っちゃったの？いろいろあって天国作りました。いろいろで済ませようとすんなわかんねえよ。だからこれはあれだよ。そう、敵が攻め込んできてこの拠点も持たねえ。一体どうしたら。なんだこの部屋は。とりあえずここに隠れてやり過ごすか。チックショー、これからどうしたらいいんだ。私は、死んだのか。ってドッキリかけたらびっくりすると思って。まず誰を対象にすんだよ、この世界滅んでんだぞ。ちなみに天国の隣に地獄を作りまして。結構長いこと生きてきたけど初めて聞いたよ、そのフレーズ。地獄から落ちていただくと要塞にぶち当たるって感じだぜ。おめえの頭の中どうなってんだよ。
私の方も建築が完了したのでお見せしましょう。元畑スペースを活かしまして、お豆腐屋さんを開業しました。併用して欲しいと思ったの初めてかもしれん。外見はこんな感じ。この施設は一体何なんだぜ？まあ見ればわかると思うよ。この短い廊下を渡っていくと、そこにはワンコたちが待機してます。仲間たちの待機場所ってことか？まあ簡単に言えば研究所ですね。内装は未完成ですけど、この部屋でミュータントのポーションを作成しまして、外にあるこちらの建物でミュータントにするって感じです。なるほど、だから黒曜石が貼られてんのか。さらに反対側に出ますと、車庫が置いてあります。しゃ、ほう。こちらが軽自動車ですね。雲にしか見えないんですが、いや豚か？乗り心地はあまりよろしくないですね。時々故障するので運転は今回だけにしておきましょう。新しいのに買い替えろ。そしてこちらが大型自動二輪車です。ワンコにしか見えないのですが、他にもまだ種類があるので全種の車を集めたいですね。さて今回でだいぶ開拓はできましたが、まだ空きスペースがたくさん残っている状況です。そのため、この村に何を作ってほしいかぜひコメントしてくれると助かります。女子大生関係でもそれ以外でもウェルカムだぜ。さてミュータント討伐しにネザーにやってきたわけですが、偶然にも2体同時にスポーンしてました。まず1体目がこの方。ミュータントゾンビピブリンか。中立的なんだけど今回はボスとしてカウントさせてもらうよ。そしてもう1体がこちらです。こっちがミュータントゾンビピックマンだな。ほぼ外見は一緒だけど顔が少し違うのがわかるね。近づかない限りわかんねえぞこれ。見分けがつかなすぎてもしかしたら名前楽になってるかもしれない。今回のお供はワンコ1匹とスノーゴーレム2体のみ。ここで2体同時に仕留めちゃいましょう。レイマリ、VS、ミュータントゾンビピグリン&ピックマン。ほら回線の合図じゃー。ここはうまく仲間と分断するのが理想だけど。ダメだこりゃ。どっちも私をガン無視してんだけど、第三者の相手してろってことだろ。もしかして私を荷物でした？ワンコあ、ちょっとこれまずいかもしれない。どうした？何がまずいんだ？こいつら次々と仲間召喚するし、第三者が加入するしで圧倒的に火力と数でこっち不利なんです。なんだそれ。唯一奴らに勝ってるの顔だけじゃねえか。どうしようマジで嬉しくない。なんだ顔でも負けてるのか？いや、勝ですけれども、やばい仲間が全滅してしまった。おいどうするんだよ、さすがにやばくねえか？マジで第三者が邪魔すぎるのよ。ヘイパス。いらねえよ。私もいらねえよ。これが取り合わない中ですね。ダメだこりゃ。ただいま荷物整理中です。すみません、もう少しだけ待っててくれます？ごゆっくりどうぞ。しっかり待っててくれるの好感持てるよな。アニメの悪役に向いてるぜ。3分待っててくれた悪役さんとかいましたからね。本当は根はいいやつ説。はい、準備が終わったので、ほら回線じゃー。さっきの戦いである程度は消耗してるはず。待って、新品のおかわりが来ちゃった。さすがに3体はまずくねえか？ただワンコの活躍により2体撃破。ただその代償にワンコが全滅。すーぐ仲間失うってどうにか直せよ。私もやりたくてやってるわけじゃねえよ。でもやっぱ最高レベルの装備でも2匹同時は苦戦するんだな。ラスボス戦が怖くなってきた。その後もポーション駆使してどうにか撃破。というわけで無事2体討伐完了しました。余ってスキン変えたままだった。さて残りはネザーのミュータント1体だけだよ。そいつさえ倒せばいよいよラスボス戦だな。そしたらようやくこのシリーズも終わりですね。やっと地獄から解放される。それじゃあ今回はここまで。次回もまた見てね。